我が半身よ。疲れた。ちょっと休憩させて。あれ、ゆうりちゃん買い出し大変だね。そう、うちの馬先人使い荒いんだよね。しかもなんというか、いまいち仕事のできない人ばっかりで、特にバイトリーダーが最悪でさ、仕事できないくせに偉そうで。ゆうりちゃんがリーダーやればいいんじゃん。仕事できるんだし。いやいや、私は気楽な下っ端がいいんだよ。そっちのが合ってると。責任持っちゃうと働くの楽しくなくなっちゃいそう。気楽が一番でしょ。今別に楽しくなさそうじゃん。いや、まあそうなんだけどさ。もういいのいいの、所詮バイトだもん。じゃあ、まあ戻るわ。またね。はーい、頑張って。新しい世界へ。
いらっしゃいませ。ありがとうございました。手伝ってあげようか。いらっしゃいませ。ありがとうございました。
世界へようこそ。新しい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 世界へようこそ。
ヤバすぎんだろあいつ。あれがドモンか。噂以上じゃねえか。ほら、仲間は逃げたぞ。どうする？勝ったと思ってんじゃねえぞ。減らず口を叩き上がる。俺に勝ちたきゃ、まずは最後まで逃げねえ仲間を見つけることだな。どうせ一人のとこ狙えば勝てると思ったんだろ。クソだせえな。うわあ！おら！まだいたわけか。だから余裕ぶっこいてたのかよ。そこが焦んだよ、お前らは。乾杯だ。二度と俺たちハスラーズに歯向かうんじゃねえぞ。分かったらさっさと怪我人連れて帰れ。じゃあな。くそな。何何？どうしたの？
なんか様子か？なんか様子か？気安く話しかけんな。いらっしゃいませ。ありがとうございました。
力を貸してほしいのか。ういっす。安心よ。この見っけ。もらえるもんはもらっとけい。
いいものみっけ。おう、どうした？何？もらえるもんはもらっとけい。
のみっけ。どうかしましたか？どうかしましたか？もらえるもんはもらっとけい。こんにちは。いらっしゃいませ。
ありがとうございました。このみっけ。もらえるもんはもらっとけい。
いいものみっけ。どうしたの？
我が半身よ。いいもん揃え、また来るんだぞ。どうした、我が半身よ。血圧が高いから朝はすごく得意なのよね。早起きしすぎて学校が待ち遠しいくらい。本当に元気だな。キーポイント1ポイント進呈、やったー。部長、お前も見習いよ。でも本当に大丈夫？怪我とか痛いとことかない？心配性だな。むしろ戦闘中はササラの方が矢面なんだし、自分の心配した方がいいだろう。ううん、私は大丈夫なのよ。だって、そこの君、止まりなさい。待ちなさい、君だ、宮迫キリコ。風紀委員の鶴巻先輩だっけ。前も言ったでしょ、これは地毛だってば。そんなわけないでしょ。多少の茶髪ならまだしも。ほら、私に絡んでる間に他の生徒見れなくなるよ。あの人のスカートの丈はいいわけ？あの人の髪の色はセーフ？な、えい、今は君の話をしているんです。わけわかんない。髪の色が明るいからって何なの？私が先輩に迷惑かけてる？過度な先発は校則でも禁止されています。最低限のルールを守れなければ誰も君を守れなくなりますよ。余計なお世話だって。大体そんな校則見たことも聞いたこともないし。生徒手帳の25ページからです。見なさい、16条の2項です。先輩の古い手帳だけでしょ、そんなの載ってんの。私のにはないよ。そんなすぐバレる嘘をつくんじゃありません。嘘じゃないし、ほら見てよ。そんなバカなことが。なんだこの手帳、楽帳ですか？いや、勝手に破って捨てたとか。そんなめんどくさいことするわけないでしょ。だいたいこんなに服装自由な学校で何言ってんの。学生には黒髪であってほしいみたいな、そういう押し付け大嫌いなんだよね。分かったらもう話しかけてこないでね。ちょっと宮迫君、君、生徒手帳の写真、黒髪じゃないですか。お先です。ま、待ちなさい。あー、もう最近ただでさえ嫌な夢見てイライラしてんの。しつこく絡まないでよ。それはこちらも同じです。とにかく不良品の生徒手帳の交換だけでも。聞いたか、あのパツキンの姉ちゃん。嫌な夢って。私話しかけてくる。何見てんの、あんたたち。見せ物じゃないんだけど。初対面の相手にジロジロ見られると気分悪いんですけど。あのね、ちょっと詳しくお話を聞きたいんだけど。夢を見たのね。その夢のお話を聞かせてほしいの。え、何？宗教の勧誘？うわ。君たち邪魔をしないでください。こっちの話がまだ。鶴巻さん、どうかなさいました？生徒会長、すみません、彼女が校則を乱しているにもかかわらずこちらの指導を聞かずに。なんとかしてよ、マリエ先輩、この人がしつこくて。まあまあ、もう授業が始まりますし、二人とも今日のところは終わりにしましょう。しかし宮迫さんの素行に問題がないことは私が保証しますね。そういうこと。会長がそう言うのであれば。ほら、
授業始まりますよ。行きましょう。あなたたちも遅刻しちゃダメですよ。宮迫キリコちゃんに鶴巻翔太ちゃん、あの二人。うむ、いいか二人とも、昼休み作戦会議だ。おお。あの金髪の子、宮迫キリコって言ったか。俺の目はごまかせねえぞ。顔面レベルめちゃくちゃ高え。部長、銀行くぞっつったって、具体的にどうする？昨日笹原さんが言ってたみたいに片っ端から声かけんの。はー、君はいつまで過去にとらわれているのかね。昨日のキーと今日のキーでは違うのだよ。偉そうに。何が違うのか言ってみよ。くぞ聞いてくれた。実は昨日の学士を倒したおかげで封印されし、キーの一部機能が解放されたのだ。新たな力に目覚めし、我の前に者どもひれ伏すがよいわ。わっはっは。マジか、熱いじゃん。敵倒して機能解放なんて、ちょっと楽しみになってきたぞ。で、何ができるようになったんだ？めっ、じゃあ耳が良くなった。耳が良くなった。うんうん、めっちゃあ耳が良くなったの。さすが我が阪神活帰宅部部長、冷静な判断だ。何の役に立つのそれ。説明しよう。めっちゃ良くなったキーの耳は特定のワードを検知することができるのだ。うん、まあ範囲はこの校舎くらいかな。例えば銀ってワードに耳を澄ませば、この学校中で話されている銀の悪口が聞こえてくるわけだ。なんで悪口限定なんだよ。つまり夢というワードに耳を澄ませば、ぐーんと帰宅部候補を見つけやすくなるってわけ。名付けて、名付けて、地獄耳、いや耳どしも、いや聞き耳、名付けてキキー耳。うん、じゃあ早速そのキキー耳とやらをやってくれ。キー、お前のこと嫌い。よし、早速集中する。うっさいから黙ってろ銀。はいはい、うん、うんうん、いるぞ夢の話をしているやつら。すぐに向かうぞ部長銀。今日は遅刻しなかったんですね。私ですか？遅刻は一度もしたことがないです。これでも頑張ってるんですよ、生徒会長なので。だけど体の調子が悪い時は休んでくださいね。無理は禁物ですよ。お、チャイム。それじゃあまた。明るくて気のつく娘だな。それでいて選ぶるところが全くない。なるほど、あれが生徒会長の風格というものか。
なあ、お前将来の夢とかある？なんだよ突然。そうだな、やっぱ公務員安定だよな。だよな、公務員じゃなくてもくじぼじのホワイト企業がいいよな。マジそれだからさ、俺大学だけはいいとこ入りてんだよ。学歴のせいでろくな会社選べないなんて最悪だもん。ハズレだな。あの人学歴のせいで辛い思いしたんだろうな。だからいい大学入ればよかったって後悔をやり直してる最中なのかな。わからんな。いい大学入った方がいい思いできるなんてやり直す前からわかるだろう。そううまくできてないんだよ人間ってのはさ。おバカだな。その財布めっちゃ年季入ってない？私物持ちいいからね。うう、流行ったね夢顔。そうそう、古いのは分かってんだけど昔。こっちも外れだな。夢かわいいな、流行ったな。ん？まあ知ってるぞ夢かわ。母の仲間に夢川の伝道師がいると聞かされたものだ。スイートピーだっけ。そっか、あれもオスティナートの学士だったのか。深刻な顔をしているな。 ああ、君ですか。頼みたいことがあるのですが。ありがとうございます、助かります。君、どっちの飲み物がいいと思います？決めてくれませんか？こちらを選びましたか。キャッチコピーは謎の粒が新しい世界へあなたを誘う。いいでしょう、君を信じてそちらにします。助かりました、ありがとうございます。ねえお兄ちゃん、どのジュース買うか決まった？僕待ちくたびれちゃった。買ったら早くどいてよ。すみません。では。もう変なお兄ちゃん。ジュースなんてどっち買ったっていいじゃん。悩みってそれだけか？
もう先着50人とかいうやつでしょ。今月分のバイト代全部ぐらいかな。マジか、気合入ってんね。いいのいいの、推しにいっぱい積みたいからバイ、そういう生き方しようって決めてるわけよ。お金は自分のために作る。言ってやんなって。本人が楽しいならいいんだよ。だってあいつよりムー君とやらの方が絶対金持ってるぞ。あー、やめろやめろ、もう行くぞ。進路相談の紙もう出した？将来何がやりたいとか夢だとか。わかる、ずっと学生やっててよ。僕はずっと大人になりたいと思ってたけどな。急いでもあがいても時間の流れは一緒だろ。無理なものは無理だ。時が来れば成人になる。そういうこっちゃねっつーの。よう、この前のリグレットライブどうだった？あんなもん最高としか言いようがねえって。でもな、あ、いや、パンドラ様はあえてクソ狭い箱でしかやんないんだけど、もし気が変わってでかい会場でライブやりだしたら、そうして有名になっていったら。まあ気持ちはわからんでもないな。っていうか今の話のどこに夢があったんだ？妄想ってことか？お前のそのセンサーあんま当てになんねえのな。キーをバカにするな。なんだ、のとぎんじゃん。ああ、お前ら連れだったんだ。また俺が元気な時に構ってやるよ。小鳩さん、なんか調子悪そうっすね。大丈夫っすか？ああ、朝から体調悪くてクソだりーからよ。保健室で寝る。じゃあな。なんなんだあいつは。チャラいな。3年の風祭り小鳩さん、たまに遊んでくれるいい先輩だよ。超がつく女好きだから校内の評判はすこぶる悪いけど、僕はそんなに嫌いじゃないんだよな。女好きで何が悪いんだろうな。好きなものを好きっていうのは当然のことだ。キーにしては珍しく、その考えは結構好きだな。調子悪そうだけど、どうかしたの？ああ、いえ、ちょっとテストでまずい点取っちゃったってだけで、文化祭に備えて切り替えていかないとです。では、失礼します。文化祭か、そういえばもうすぐだな。なあ、銀。あ？なんだよ。お前、初対面の女を下の名前で呼ぶの、すごくね？さっきの丸メガネよりお前の方がチャラくね？そうだよな、
フレンドリーなのはいいことだろ。って時間切れだな。昼休みにササラさんと合流して続きやろうぜ。そんなわけでしばらく校内を歩いてみたんだけどさ、夢を見たとかって話をしてるやつが一人もいなかった。うん、聞き耳で探した夢の話も全て違う意味だったな。私もクラスでそれとなく聞いてみたんだけど、誰も夢を見たって人はいなかったな。作戦通り、最近嫌な夢見ませんでしたかって、すごく不思議そうな顔をされたわ。そりゃ急にそんな聞かれ方しちゃ。不思議な顔？予想通りだ。これ見てくれ。辞書かしら。夢、将来の夢、目標だけ？そういうこと。この世界じゃ夢っていう言葉に夜寝ている間に見るものという意味が含まれていない。なるほどな。この世界にとっての都合のいい改ざんの一つか。その割に夢にまで見たなんて言葉は使われてた。単純に臭いものに蓋してるだけだな。つまり今朝嫌な夢を見たって話してた二人は確実に私たちのお友達候補ってことよね。そうなるね。悪い夢なんて文脈で夢って言葉を使ってる時点で確定。僕たちと同じで現実に気づき始めてる証拠だ。あの小獣人みたいな風紀委員とヤンキー姉ちゃんな。鶴巻翔太ちゃんと宮迫キリコちゃんね。すごいっすね。ササラさんよく覚えてるな。忘れっぽいからすぐメモするようにしてるの。私がどうかした？なんかこんなとこでひそひそ噂されてるのとか嫌なんですけど。どうせ悪口なら面と向かって。嘘。何そいつ。何って？いやいや、あんたの横にふわふわ浮いてる変な生き物、いや、妖怪？ギー！なんて失礼なやつだ！取って食ってろか！やるっての？妖怪だからってなめんなよ。ギーのことが見えてる。じゃあ、この子やっぱり。というわけで、ここは現実じゃなくて嘘なの。だから私たち帰りたくて帰らなきゃいけなくて。なんで僕たちは帰宅部って呼んでる。ああ、こいつが部長ね。いや、いきなりそんなこと言われても信じられるわけないでしょう。だよな。でも残念ながら本当なんだよな。キリコちゃんにもキーが見えてるのが証拠ね。うむ、そして我々は部員募集中なのだ。確かに。キーだっけ？あんたが浮いてるの見たら信じざるを得ないんだけど。いや、でもリグレットだっているし。リグレットはなんで普通にいるんだっけ？バーチャドールがそこら辺にいるの普通なんだっけ？キリコちゃん、この世界ではいろいろ感覚が歪められてて、ゆっくり考えれば大丈夫だから。とにかくあんたたちの言うこと全部信じられるわけじゃないから。だってそれが本当ならあの夢が私の現実ってことでしょ。最悪じゃない、そんなの。ちょっとキリコちゃん。一人で考えたいからほっといて。まあそうだよな。いきなりこの世界が偽物だとか言われてさ、見たくもなかった現実を見せられちゃうな。よっぽど嫌な夢だったんだろうな。そんなことは言ったって仕方ないだろう。結局ここにいても現実は変わらない。遅かれ早かれ向き合う必要があるのだ。分かってるから。みんな分かってて
こうなってんだから。もう言うなよ、それ。そうね、今後伝え方は慎重にしないといけないかもね。よくわからないな。考えても変わらないことでいつまでも悩んでいる。まったく人間って不便だな。あ、ササラさん、今のキリコちゃん、いろんなものが見えちゃうんじゃないかな。危険だな。精神状態によってはデジヘッドやマリオヘッドまで見えてしまう可能性がある。反応したり騒いだりしたらキリコちゃんバグだと思われちゃうよね。追いかけてもう一度説得しましょう。もっと時間をかけて話せばきっと分かってくれるはず。ったく、なんだってんだ。あれ、コバトさん、またしょんぼりっすか。お、ノトギン、ちょっと聞いてくれよ。かわいそうな俺の話をよ。あ、いや、ちょっと急いでて。あ、そうだ、コバトさん、1年の宮迫キリコちゃん、この辺で見ませんでした？金髪でショートの。なんだ、お前知り合いかよ。チケット代お前に請求すっからな。なんかあったんすか？どうもこうもねえよ。泣きながら歩いてたからデートに誘ったらあっさり振られた。弱ってる時に声かけてくる男にろくな奴はいないとか言ってよ。偏見だよな。そりゃその通りなんだよな。しかもよ、俺が誘うのに見せた植物園のチケット勝手に持ってかれたんだよ。可愛けりゃ何でも許されると思ってんな。まあ許されるんだけどな。お詫びを口実にまた誘えるしな。タフっすね。植物園？じゃあキリコちゃんはそこに？あ、姉さんじゃん。何してんの？コバトちゃん、私も植物園のチケット欲しい。マジで？駅前で配ってたから腐るほどあるぜ。あいよ、その代わり一緒に。ありがとう、コバトちゃん。はいはい、今日はついてない日だからな、深追いしませんよっと。すんません先輩、ちょっと急ぐんでここら辺で。あいよ、キリコちゃんによろしくな。ササラさん、コバトさんと知り合いなんすね。うん、いい人だよね。違うクラスの私にも親切にしてくれるもの。めちゃくちゃ下心だろ。問題はあるけど基本いい先輩なんだよ、マジで。植物園行くならここからメトロですぐだけど、キリコちゃんもういないな。思い立ったら即行動。あれこれ悩んでのらりくらりの誰かさんと違っていい心がけだ。おお、喧嘩売ってんな。もう2人とも喧嘩しないの。あ、お菓子でも食べる？食べる。気が利くな、ササラは。見習えよ、ゲン。食べるか悪態つくかどっちかにしろよ。はい、部長ちゃんもどうぞ。何かお腹に入れておいた方がいいよ。